昔さ、あのじいさんがさ、すげえ小柄な女性とね、初めてデートしたことがあったの。お、その時にそう、なんか伝説の唐揚げって書いてあるお店があって、うん、あ、その子はなんかすごい唐揚げ好きだから入りたいって言って、まあ、全然大丈夫だから行こうって言って入ったのね、うん、そしたらもうすげえでかいの唐揚げが、うん、もう野球ボールよりもでかくて、うん、じゃあその女の子がね、うん、その唐揚げを食べようとしたら口あーって開けるじゃん、いるね、あご外れちゃったんだよで、で、なんか、で、なんか、そんな感じになって、まあ大丈夫みたいな時、結局その時ご飯とかもうなんかあんまりなく、そのままなんか解散したんだよ。で、次の日、あの、距離を置かせてくださいって言われたっていう。あれね、いまだに思い出すけど、あれ、じいさん悪いんか？あのさ、女の子の方が唐揚げ食いたいってさ、女の子が伝説の唐揚げ行きたいって言って、女の子が顎外れたのに、法的に気まずいだけだろ、向こうが勝手に気まずいだけじゃん。待って、ガラが尽きた。100ミリで44、1500だから660、え、1500飲んだってこと？死んじゃうよ。ごちそうさま、歯磨いてくる。寝るんか？もう寝るんか。一回昼寝決めんのありだよね。夕方にもう一回ね。ブロックめっちゃ笑ってる。いや、ブロックそういうもんだから、あの大人の恋愛ってね。ちょっといい感じになったら分かるよ。うん、ブロックも気をつけてね。恥ずかしかったの、恥ずかしかったのかな。全然じいさん気にならなかったし、そうだと思う。あとね、本当ね、その時のことを思い返すと、じいさんめっちゃ腹減ってて、その子が「はいたい」って言ってたら、じいさん唐揚げ食ってたんだよ。あれかなって思ったんだけど、どう思う？大丈夫？むっちゃむっちゃみたいな。これじゃ無神経するだろ。でもちゃんと恥ずかしかったのかな、それともじいさんが何か、めっちゃ笑ってくれた方がその子としてさ、でもめっちゃさ、ハラハラって言ってさ、大丈夫とかさ、無神経だろ。すごい心配そうな顔しながら、唐揚げ食いながら、大丈夫って言ったよ。唐揚げ食うのをやめな、とりあえず一回。